皆さんこんにちは、梶幸です。そして寺島くん、こんにちは。こんにちは距離あるなオンラインだけど。みんな元気コール&レスポンスか。さあ今日はですね、マリオパーティー、スイッチ版のマリオパーティーですね。お、マリオパーティー違いますね、マリオパーティーをプレイしていきたいと思いますけど、このオンライン、はい、オンラインプレイはフレンドマッチで、まあ、2人で始めるんですけども、うん、ミニゲームの種類が、まあ、今回限られているんですけれども、まあ、それでも10種類ぐらいですかね、はい、うん、あるということでちょっと始めていきたいと思います。やってやるぜさあキャラ選択です。僕はもう、俺はヘイホーを選ぶぜ。僕はもう一目惚れでチョロプーですね。チョロプーなんだこの二人。何に似たやつなんだろう俺見たことあるけど。ほんと？え、スーパーマリオ、そんなにマリオやってないから。ワールド、スーファミノにいるんじゃない？俺ね、マリオね、うん、マリオブラ3までしかちゃんとやってないから。マジか。スーファミ知らないんだよね、あんまり。いやー名作ですよ、面白いよめっちゃ。いやー、ね、言うよね。その辺もチョロップさん、うん、どれをプレイしますか。そんな声なの？チョロップ。キノピオさん、そんな。キノピオってさ、すごいテンション高いよね。リヤーって言うもん。そう俺初めて聞いた時本当にびっくりしちゃって。本当に。あなたが喋ってるんですか。観客全員キノピオ族だしね。いや本当だ、じゃあ相当騒がしい。まあとりあえず。キノピオカップからでやってやるぜ。いきますかね。はい。どんなミニゲームあるの？ね。一回しかやったことないんだよね。どんなゲームあるかもあんま知らない。コロコロタルレースからスタートです。はい。何それ？どんなレース？もうすごいやり方含めてドキドキしながら今やってますからね。何にも説明はありませんね。どうやってんの？俺どうやってんの？左上だな。待って。あ、これあれですね。コントローラーを、ああ傾け系ですね。傾け系？あ、こうか。なんて可愛い世界なんだ。モグラが、あれ乗れば早いんだ。傾けすぎるとダメなの。モグラがタルを、いや、だめだ、乗れなかった。でもこれは1位でいけるんじゃないか。いやじゃあ。怖いよ。ちょっとあれ？うわあダメだ。平方さん。平方さん。ポーじゃない。うわあ怖いよ。タル怖いよ。タル怖い。ああなるほど。結構細かくポイント分かれるんだね。本当だ。何のポイントなんだろう。ネクストが今焼いて。早い。サイコロステージ。早い。すべての面を焼け。面に恨みでもあんの。すごいフライパンの質感がリアル。リアル。え、どうやんだ。どうやんだ。こうか。ああなるほど。ああなるほど。うまそう。肉の作りがすごい。これ焦がしちゃダメなのかね。こうか。ああこうか。うわうまそう。お肉食べたい。あ、よくできてるね。あと一面。来た。はいできた。めっちゃお肉無駄して。うまくない。あ終わったんだ。一個でいいんだ。やりました。どんそんなうまい。これ肉の質感すごいな。すごいな、うん、めっちゃうまそう。めっちゃうまそうなんだよね。寺島さん、俺下手だな。これ CPU に負けますよ。クリボーに負けました。あーお肉だ。ビリです。じゃあ寺島さん終わります。これなんでそんな下手なの。なんでそんな下手なの。これなんだ。縦に持つのやとして。いやでも、横に持ったままだったよ。でもちゃんと触れないな、うん、あでもいけてる。かつてこのゲームこんな遅い人いたのかな。いまだかつていないだろ。いないだろ。おれいや、あんまフィニッシュしてないのに終わらされましたね。俺はクビだ。寺島さん、まさかの0ポイントですけど。ここで働けない。クラッシャー軍団から逃げる。うまくない？
いや、なんか分かりました今の。いや、どうやって逃げ続けるのこれ。ちょっと右に逃げるんだよね。あ、普通に横だ。ジャンプとかないんだ。あー、やばい、やばい、平方と同じ道を選んでしまった。あー、なるほど、選んだルートによって障害物があるんですね。なるほどね。運も関係。おっ、こっちでしょ。あ、やばい、テラシーと一緒に来ちゃった。どこまででもついていきやすよ。じゃあ逆に行こう。こっち。あー、やったぜ。あ、やばいやばい、コントローラーの指のかかりが悪い。同じ方来ちゃう。これでも前の方から敵が来ちゃうことないのかな。ああ、よし、やったー。俺しか走ってないじゃんもう。やったー。あ、これ走った分だけポイントもらえるのかな。ポイント数なんだ。あ、まあまあ走ったな。お、おし、ビリー脱出。お、ヨッシーが NEXT サンミッションレイスゴールを目指せ。これはグリグリするのかな。え、わかんないわかんない。え、どうやんの。あ、こうだ。え、わかんないわかんないわかんない。あ、こうか、振るのか。くそ、やったぜ。やばい、あー、やり方を教えてくれないっていう、すごいゲームですねこれ。初見大変だなこれ。あ、少ねえなポイント。距離超短かった。 NEXT ブルースクラボー。お、なんつった。最後まで生き残れ。すごい目標だな。あ、避けるのね。十字キーとか数えないから。あー、なるほど。おー、怖い怖い。反射神経が求められますね。そうだね。あ、これは、あ、しかも一回やられても平気なんだ。そうだね。なんでだろう。生き残りとは。ほら、多分3機あるんだよ。ああ、なるほどね。マリカーの風船の人。おお、怖っ。うわー、あー、やべ。は、交通量すごいな。すごいな。ちょっと制限した方がいいと思う。やべ。あ、うわー、やばい。くそー。伸びた分だけポイント増えたのか。いや、でもね、さっきもね、結局1位は672ポイントみたいな、そういう感じ。その感じ。あ、わかんない。最後はヨッシーの顔ボーリングの球みたいな。いちいちキノピオの声が怖い。ヒャッハーとは言ってない。俺たちは殺し合いをさせられて。あー、2位だ。くっそ、よし。まあちょっと序盤がお腹、こんなにお腹出てたら。あ、ケイポーさん。イエーイ、チョロプー。次はキノピコカップに行きたいと思います。ほら、俺は心にこの女の子がいるから。キノピコカップは多分有利だ。そして今回も人がいませんね。ほんだ。じゃあこれでいよいよ。オッケー。キノピコカップに決まりました。オッケー。ダイナミックミスからスタートです。ダイナミック。いちいちネーミングがすごいの。荒っぽいの。荒っぽいネーミング。ダイナミック。花を咲かせろ。ポンプだから揺ら押すのか。え、ここだ。あ、ここだ。振る。振るやつですね。これでいいの？あれ、俺触れてんのかなこれ。これで合ってんのかな。俺の水。さあこれ、画面を見てる皆さんは我々が何してるかさっぱりわからないでしょうけど。あー、うわー、タッチの差で負けました。タッチの差だな。くそ、クッパパワーあるんだからもうちょっと。なんかでもちまちまこう優しくやってますね。クッパって優しかったんだな。クッパ優しいよ。ほら CM でも見守り設定のやつでお子さんにすごい優しいから、コクッパに。クッパ、うん、あー、優しい、優しいんですよ。いいね。どんな人にもいろんな面があるってことだね。マリオから見たら敵だけど、学べる。ポップコーンを一番多く。俺はポップコーンが好きや。なるほど。こういうとこ集まってくる気がする。いや、これバター入って影見えたから。あ、なんか影のとこに入る。なんか違う影あるぞ。わわわ、でかいの。ちょ、あー、でかいの。これカモフラージュありますね。あー、ポップコーン怖い。あー、
しよ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 し、やだこれ違う、あばい、あばい、今が恐ろしいわ。あー入った、あーおおっしゃい、あー負けたくそー、キノピコカップ成績いいの出ないな、ギリギリまだ1位だ、よかった。振り分けボール投げ、振り分けボール投げ、縦ストラップをつけて縦持ち、 OK、 よし、一番多く点を取れ、どうやんだ、あ、ちょ、あれ、あ、今、かけない、あ、できた、あ、投げる、投げる、合ってるか、もうだ、意外と加減がむずい、あ、早だ、よし、いけ、あ、めっちゃ入ってる、加減がむずいね。スナップ。はい。はい。はい。ほら、ご飯だよ。ほら、お食べ。ほら、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 青いのが一番美味しいよ。色的にはちょっとあれ。あ、食事は。あ、上だ。あ、上を見ようとしていた。あ、フィニッシュ。おお、手出し、すごい。餌やりうまいな。これだけ妙にうまいな。なんでだ。やばい。1位をキープだぞ。チョロボンをよけろ。チョロボンをよけろ。チョロボン。チョロボン。あ。普通に傾けかな。コントロール。あ、そうだ。チョロボンってあれだ、あのウニみたいな。本当だ、ウニだ。ああ。エヘム虫だ。これ。あれ。あれ。よっ。ああ、いけ。ああ。真ん中をこう。ああ、真ん中ダメだった。あっ、そぶれ、あー、あ、でも1位だ、生き残ったな、よし、これ挽回、やばい、これで逆転されるかも、あー、ダメだ、全然なんでこんなポイントもらえないの。 NEXT! フリフリキャンディー、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 キャンディーを全部出す、なるほど、揺らすのか、コントローラーを揺らす感じか、ジョイコンを、これも、あ、まだ蓋を開けてます、あ、これポインポインってやれば、ポインポインってやれば空間ができるから抜けていくんじゃない、あんまり振りすぎない、あ、おし、オッケー、実際行ってくれ、行ってくれ、ポインポイン、よいしょ、あイエス、負けたくない、負けたくない、めっちゃ雨が、あと一歩、落ちない、あ、来てる、接戦だな、結構みんな、これさっきの肉に続きめちゃめちゃ綺麗、うまそうなキャンディーと箱、うん、めっちゃ綺麗に作られてる瓶だね、キラキラしてる、これ最後な、うわ、ちょっと待って、カジ君と俺のあの差がどんぐらい、でもさ、ポイントがゲームによって違うんだよ、そうなんだよね、なんか率みたいな、あ、全然負けてる、寺の島、これテラシーには見えてないんだと思うんですけど、僕のチョロプーがすごいうなだれてるのがめちゃくちゃ可愛いんです、あ、ちょっと見える、ちょっと見える、ベローンってなってる、あれ20ポイント差だ、いや面白いですね、なかなか白熱したね、ね、まあ、これをまあ離れたお友達ともやれるということですが、まあ、実際にはね、ミニゲームもっともっと種類ありますから、またいずれこうね、ローカル通信でがっつり全部遊べるタイミングが来たらやりたいですね、そうだね、その時が来るのを楽しみにしてよね、またやろう、まあ、もちろんスゴロクの本編の方もやりたいですけど、そっか、そうです、マリオパーティーです、まあ、いろいろ楽しみ方いっぱいのマリオパーティーだったということで、めちゃめちゃ面白かったです、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。